195T さん、おはようございます。よろしくです。株君は姉さんを下げたりはしてないですよ。それよりすごい褒めてましたよね。呼び捨てしたりなんだか口悪いし、そういう悪いコメントは相手にしなくて良いかと。そうなんですよね、僕姉さんチェンのこと結構褒めてたんですけども、そこはなんかコメントしてくれなかったんで、ベルモットジューモカさんはね、ね、そこのところ、なんかコメントしてくれたら嬉しかったんですけど、そういうわけじゃなくて、ちょっとショックですけども、はい。あ、そしてキチュンさん、こんばんは、よろしくお願いします。アンチ羽生さんって怖いですね。カブくんは結構ぶっちゃけ話をするので面白いです。登録者数増えてくるといろいろ言ってくる人も、増えてくると思いますが、気にしないで頑張ってくださいね。これまでも結構あったんですよ、宇野選手の件とか、それから、高橋と羽生選手のファンかな、高橋選手と羽生選手の件はあんまそれはなかったか、そう、いろいろあったんですけどもね、今回のこのネイサン・チェンのこの件はちょっと激しめかな。タップダンス柳さん、よろしくお願いします。この方のコメントの内容には以前から違和感がありました。どうも物事の、受け取り方がねじ曲がっているというか、とても自身にとって都合の良い目と、頭をお持ちみたいですね。とても気分が悪いので、もっとよく考えてからコメントしてほしいです。だからネイサン・チェンのいいところだけ話してればいいのにね、羽生結弦がなんかの誹謗中傷とかね、羽生結弦選手の誹謗中傷とかね、ファンに対してこう誹謗中傷してるんで、ちょっと違うんじゃないかって、ちょっとどころか違すぎると思いますね。ちょっとここは強めに言わせてもらいます。ベルモット・ジーン・ウォッカのコメントが浅はかすぎて、そんなコメントにカブ君や多くの方が気分を害されてしまうのは、見過ごせないです。公開バット正解です。いや本当ですよね。でも多分懲りてないと思いますよ。これみたいな人にいちいち発言の真意を説明なんて、してられませんからね。汲み取る努力をしろってもんですよ。結論から言うと、このベルモット・ジーン・ウォッカさんってどういう人かというと、羽生結弦選手のアンチです。そして羽生結弦選手のファンのアンチでもあって、かなり強めなんですよね。そう、ネイサン・チェンをかなり、お好きなようなんですけど、それは全然いいと思うんですけど、だからって他の選手の、に対してとかね、ファンに対してアンチするのは違うかなと。違うっていうか絶対いけないことなんで、ちょっとね、一旦こう反抗をしたいですね。反抗バンってね。はい、そうそう、僕の YouTube 動画だけだったらまだマシなんですけど、この前ね、羽生くんのなんか動画を見てた時にですね、ベルモット・ジーン・ウォッカさんのコメントがあって、結構誹謗中傷書いたんですよね。内容あまりにもひどかったんで、ちょっと言えませんけど、だからちょっとこれは反抗をすべきですね。ボンとね。押し印が必要だ。と僕は思っちゃいましたが、ジレムさん、よろしくお願いします。この人いつか爆発しそうな、気配がありましたが、つい爆発しましたか。でもね、これもまたおかしな話なんですよね。ずっと、羽生選手のファンのアンチをずっとしていたわけですから、逆に羽生ファンの方の方が爆発してもよかったんじゃないかなってね。なんでベルモット・ジーン・ウォッカさんが爆発してんだろうってね、逆でしょってね、ちょっと思っちゃうんですけど、そこは置いときましてね。そんなに自分の推しの選手が礼賛されないと我慢できないならば、このチャンネルに来なければよいのですよ。カブ君はどの選手でも公平に扱おうとされていますが、その公平さが許せない人も存在します。これはね、ネイサン・チェンだけじゃなくて、羽生選手や宇野昌磨選手や他の方もやっぱり以前ありましたけどもね。でもベルモット・ジーン・ウォッカさんみたいな感じではなかったので、ちょっとね、度が大きいかなという印象はあるんですけど、神か教祖のごとく絶対的な特別扱いしないのは極端な言い方ですが、悪であるとの認識では、この人は他所でもきっと暴れているのだろうなと思います。あ、暴れてますよ。もう正直言っちゃいますけどね。そう、暴れてるんですよ。暴れてるっていうか、なんか結構ななんか悪口とか書いてて、なんか他の人からも突っ込まれてましたね。多分他の人から突っ込まれてもずっと続けてるっていうことなんで、多分全然懲りてないどころか、逆に突っ込むからこそ、なんかこう嬉しがっちゃうっていうところなのかなっていうふうにも思いましたね。
まあでも僕ね、これからもしもベルモットジモカさんのコメントが来たとしてもですね、まあ普通にネイサンチェンの素晴らしいコメントとかは拾っていくので、それは何かの顔で、紹介はしてきますけども、羽生選手のこうアンチとか、ファンのアンチはちょっと削除するかもしれませんね、今後はね。まあ、これまでもなんかYouTube 側が勝手に削除したっていうことがあったんですけど、まあ、もし仮にですねできなかった場合は手動で削除の可能性もあるので、ね、ひどいですからね、そういったとこはね。で僕もやっぱり結構ね、ベルモットジムウォッカーさんの素敵なそのコメントもありましたからね、だからそれも読み上げてたんだけど、まあ、ちょっとまあ何て言うんですかね、その、羽生くんをと比べたりねするところではね、ちょっとやっぱり良くなかった部分もあるので、なかなか難しいんですが、カブくんは他人の悪口を言ってませんよ、その点は安心してください。言ってないんですけどもね、まあでもそっか、まあ、ベルモットジオモカさんとしてはね、もうネイサンチェン絶対っていう感じなのかな。でもね、こうなると逆にも怖いのは、選手自身の魅力が下がっちゃうっていうことなんですよ。要は例えばネイサンチェンがいい演技しました、そうなった時に喜べないんですよね。なぜかって言ったら、例えばそのアンチが喜んじゃうからっていうね、ネイサンチェン、例えばベルモットジオモカさんが、まあ、喜んじゃうから。どういうことかというと、まあその、まあ、ネイサン・チェンっていう選手はいいとしてもね、その選手が称賛されるのはいいんだけども、なんかこう羽生結弦選手のアンチがこう逆にこう喜んじゃうみたいなね、そういったことがあるから、なんかそこで衝突が生まれてくるんですよね。それはね本当に良くないことなんで、ちょっとなんか北京五輪前にこれはしっかり釘をね刺しといた方がいいんじゃないかなってちょっとだけ僕思ってるんですよ。なので、まあちょっと偉そうな感じになっちゃってるんですけど、でもちょっとね、まああんまり良くないかなって思うのでね、こういうのはね、まあどうなるのか分かりませんけどね。はいはい、そしてユンママ様、よろしくお願いします。そういう見方しかできないならアンチになるんやろうな。カブ君はむしろ他で姉さんが爆盛りされてるっていうのを否定したりしてたんだけど、そうなんですよ。そこなんですよね。なんでベルモットジオモカさんそこ突っ込んでくれなかったんだろうってね、思いますよね。そう、姉さんが逆盛りされてるっていうのを否定してて、むしろまあこう言っちゃあれだね、姉さんを逆に褒めてた部分も若干あったんですけど、ただまあずっと見てるうちにちょっとやっぱりこう PCS の面でね、まあ低かったっていうところが、まあ、ロケットマン全体的に前よりは良くなかったかなっていう話をし始めて、まあそういったところからですかね。まあでもアクセルジャンプの比較ですかね。でも姉さんの4回転ルッツフリップも素敵だっていう話もあったから、まあ、そこら辺は組んでくんなかったっていうね、ちょっと残念だなとね。そこら辺ね、そうだ、姉さんのねいいとこを言ったんだからね、そこをちょっと褒めてほしかったなってちょっと思うんですけど、まあそこは置いときまして、姉さんを褒めたたえないと悪口言ったことになるのね。全然そうなんですよ。そう、全然悪口言ってないのにね。本当に世間が全て自分に同意しないと攻撃的になるのがアンチの心理なのかな、勉強になります。でも怖い、いや本当ですね。そうだからね、別に全然姉さんの悪口なんて全然全くね言ってないのになっていうねところがあるし、まあそもそも論としてやっぱ僕日本語で YouTube やってますから、日本人が多いのは当たり前なんですよね。だからまあ要は羽生選手を応援しているという人がやっぱ多いわけですから、まあ、そういったことも関係してでしょうかね。まあ、あまり関係ないですよね。日本語だろうが、英語だろうが。僕はそんなに関係ないと思うんだけどもね。だからこそ逆にね、北京五輪でネイサン・チェンを逆にこう応援できない要因っていうのが、そういったアンチがいるからこそ応援しにくいっていうね、事象もあるかもしれないですね。レモンみかんさん、よろしくお願いします。カブ君は優しいからね。羽生選手のトリプルアクセルを褒めたところが気に入らなかったのかな。いやでもね、すいません、僕ね、これはね、まあ、羽生選手のトリプルアクセルはね世界一ですよ。これはね僕変えませんね。ベルモットジムカさんに怒られてもね、トリプルアクセルに関しては、まあ、世界一だと思うね、やっぱり。でも4回転ルッツ4回転フリップはね、ネイサン・チェン飛べてるからそこも素晴らしいと思うしね。人に感情をぶつけているのでしょうか、喧嘩にもなりませんな。カブ君の問題ではありませんし、私らの問題でもありません。
姉さんの悪口をね、カブくんが言ってるのはすごいね、人聞きがね、悪い感じになっちゃうと思うんですけどもね。弥生さん、よろしくお願いします。下げてなかったと思います。気にしないで。宇野くんの時も、こんなのありました。そうなんですよね。宇野くんの時も半年から1年ぐらい前でしょうかね。なんか確かあったような気がしますね。でも、宇野くんの時はこんなにひどくなかったと思うので、はい、続きまして、ゆうさんでしょうかね。はい、ちょっと漢字が読めなくて申し訳ないんですが、辻褄が合わない文章なので、羽生選手アンチのなりすましの可能性があります。まあ、なりすましというよりかはですね、まあ、ただ単に羽生選手のアンチかなと僕は思っていて、で、まあ、ネイサン・チェンがすごい、まあ、好きであるということでしょうかね。はい、多分まあそうだと思います。ネイサン・チェンがすごい好きだっていうのは明らかですが、羽生選手のアンチであるっていうことはこれかなり可能性が高いと思ってます。それからファンのアンチですね、羽生選手のファンのアンチになってるっていう感じでしょうかね。私は経験があるのでそういう人に、似ています。羽生選手アンチを避けるためにそこまでする人が一部います。実は羽生選手のファンの、あ、そうなの、そういうこともあるんですか。さすがにそれはないと思うな。ベルモット・ジオンカーさんはさすがにそのそういうそこまであれかな、そういった計算なのかな。ちょっと僕はその可能性は 10% から 5%、 5% から 10% 未満だとちょっと思ってるんですけど、だとしたら相当あれですね。はい、そしてゆママ様、連投すみません。他所では羽生くんや宇野くんばかり持ち上げて、それこそ姉さんを叩いているところもありますよ。なるほど、私は羽生くんファンだからここでも羽生くんの素晴らしさをコメントしますが、姉さんを叩いているところも嫌いだからそういうところには近づきません。私もツイッターを見てスケアミは爆盛りなのかなと思っていたけど、素人でよく知らないので、カブくんの話を聞いてそうではなかったのねと理解しました。そうですね、今回の全米選手権は僕は爆盛りっていう印象はプロトコル表明確になかったので、そういった話をすると逆に羽生選手だけのファンからだとちょっとこう怒られるっていうか嫌な気分になるかなっていう部分もあると思うんですよ。でもそういうわけじゃなくて、だからこそね、まあそういったところでちょっと、まあ、公平に見てきたかなっていう部分はあるので、ね、ここの皆さんはとても冷静で公平だと思いますよ。でもやっぱり羽生くんが大好き、素晴らしいと私は言い続けますけど、そうだからね、こういうふうにね、言うのは一番僕はいいことだと思います。例えば、ネイサン・チェンのファンだったら、ネイサン・チェンの素晴らしさをこう言っているっていうのはいいと思うので、まあ、他の人をこうなんか蹴散らしてっていうのはちょっと違うかなってね、ちょっとどころじゃないなと思うんですけど、とにかくアンチは誰に対しても嫌いです。だって他人の好みになぜ文句をつけるのか。まあ、そのままね、もう言ってほしいんですけど、でもなんか逆にね、そう言って言うと喜んじゃう部分もあるのかもしれないんで、難しさはあるなと思うんですけどね。はい。まあ、難しさはないか、シンプルか。結構シンプルですね。はい。カムイさん、よろしくお願いします。いろんな見方をする人がいますね。その人は正当な意見だと思ってコメントをしているのだろうが、価値観が違うと反論してくる人が結構います。結構ね、反論だったらまだいいんですけど、反論でもないですよ。結構、あの方のコメントは、僕の YouTube コメントに対しては、比較的結構、そうね、そんなに、異論っていうか、激しさはなかったんですけど、他のね、羽生選手の動画とか見ててコメントを見ると、そこでのコメントは結構誹謗中傷してるかなっていう部分があったので、あんまり良くはないですよね。そういう人と意見を交わしても、論破合戦にしか至りませんから、無視するに限る。しかしファンの中には特定選手を持ち上げるためにライバル選手をこき下ろす発言をする人も結構いますよね。あなたをそういう人だと、合点して、総合点かな、したおっちょこちょいなんだと思いますということですね。はい。総合点だってんのかな、早合点ですね。早合点。早とちりですね。早とちりって言うんですね。早合点したおっちょこちょいなんだと思います。
でも結構昔からね、この人なんかやってるっぽいので、熊稽古さん、よろしくお願いします。カブ君は正直で公平な発言をされていると思いましたんで、チャンネルにも登録させていただいて拝聴しています。ご自身の贔屓選手の客観的意見を、悪くしか取れないのは、悲しいですね。もちろん、チェン選手の下げ発言はない、むしろ褒めていた。そうなんですよね。そう、まあロケットマンが、まあちょっと前のロケットマンは良かったかなっていう話はしちゃったんですけど、カブ君はこのようなことをお気になさらず、今後も、変わらず配信してください。一人のフィギュアファンカブ君の見方、発言を楽しみ、また参考にして、あ、どうもありがとうございます。フィギュアを楽しんでいきますから、ということで温かいコメントをいただきました。これからも頑張っていきたいと思っております。はい、そしてアクアリウス0770さん、よろしくお願いいたします。カブ君初コメします。あなた様の YouTube はコメントは的確です。マウントを取ってくるリスナーさんには悲しく思います。まあ、ベルモット中岡さんは決してマウントはね取ってないかなっていうふうに思うんですよ。まあマウントというかね、本当にね、ただシンプルに羽生選手のアンチ、そして羽生結弦選手のファンのアンチ、そしてネイサン・チェン選手の、まあ、ファンというか大ファンというか、そういう感じですね。ただよくね、アルトゥニアンコーチをかなりこう言ってるんですよ。ネイサン・チェンはアルトゥニアンコーチで名コーチだから、なんかすごいこうね、良かったっていうね。だから浅田真央ちゃんも、なんかアルトゥニアンのところがずっとアルトゥニアンについてればよかったんじゃないかなっていうところで、ずっとこうね、行き来してるっていう感じなんで、まあ、多分シンプルに何でしょうかね、まあ、羽生選手のことが気に食わないのか、羽生選手のファンのことが気に食わないのかっていうところですね。まあ、ネイサン・チェンだけすごいずっと応援してればいいのになって思うんですけどね。ちょっと残念だなと思うんですけど、まあ、マウントではないかなっていうには僕は思ってます。はい。まあ、これからどうなるか分かりませんが、あまりにもひどい場合は、まあ、ちょっと対応していこうかなとは思ってるんですけど、まあ、特に、ね、今のところそういった予定はないと思いますので、このまま引き続きね、やっていきたいと思ってます。で、この後のコメントなんですけど、お話はですね、ヨーロッパ選手権の男子ショートが ありまして、まだ僕全部見てないんですよ。まあ、前半から中盤の選手まで見て、そうですね、いたんですけど、後半の選手は見てないので、これからちょっと見て、また皆様のコメントをまず読んでですね、ちょっと見ていきたいなと思っております。はい、ではね、これで終わりにしていきます。ありがとうございました。以上です。